始まりました。はい、はい、よしこチャンネルです。ここはどこですか？ここはね、埼玉の浦和。ほう、はい、浦和といえばよく、まあまあそこに球場はあったかね。千葉ロッテの時ですね。うん、そうそう、そこに住んだもんね。寮にもいましたよね。いたいたいた。ということで、今日はなぜ浦和に？今日は、尽きないのもね。あわかりますよ、はい、我々ドキドキしてます。そういう時代だよね。時代ですよ、はい、オートレーサーの、はい、元アイドルで、はい、それも超アイドルじゃないですか。そうなんや。国民的スターですよ。あれ、いや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 確かにね、40年前はそうでしたよねということで、はい、森くんです。どうぞ。お願いします。お願いします。で、これね、はい、せーの、本日のよろぴこ。怪我には負けないプレーボールよろぴこ。焼きサバ高菜って、はい、福岡のですね、我々の会社空港のそばにあるんですけど、はい、その近くにあの、まあ、有名な居酒屋がありまして、で YouTube 専用で作っていただいてて、はい、焼きサバ高菜でそのおにぎりにしたりパスタに入れたり、まあ、いろんな形で、はい、万能なものです。ちょっとお土産にお持ちしました。ありがとうございます。サバ嫌いっていうのは大好きです。大好きです。よかったよかった。あ、もう大好きです。ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。いやー、はい、国民的が来ましたね、とうとう。まあね、はい、うちのチャンネルいろんな人出るって言われますけど、うん、まさかまさかですよ。多分今大騒ぎしてますよ皆さんもう一番最初だと何十年前かな。30年ぐらい前です。あれか、スマスマとか。もうちょい前です。よしこさんが野球を教えてくれてたのが、アイラブスマップでした。アイラブスマップ、テレビ東京。そうですよね。うん、そろそろすごいっすね。もういくつになった？48です。あ、40、もう50。もう50ですよ。はい、もう来年49なんで。キラキラしてますよ。アイドルだよ。そうですよね。マジで。でも、どういう流れでお二人の関係っていうのは？これが面白いんすよね。まあ言ってみたよ。これそれからずっと間が空いてたんですよ、はい、僕、まあ、芸能界引退してレーサーになってから、はい、でたまたまあれです、野球見に行ったんですよ。ほう、日ハムロッテ戦を。はいはい、吉岡さんコーチの時ですね。ドームで。ドームそうだったかな。いや、コーチです。コーチだった。で、野球見てたらあれと思って、はいはいはい、一塁でしたっけ、三塁でしたっけ。一塁、あ、一塁側僕座って、はい、あれあれ吉彦さんと思ってはいはい、はい、嘘と思って、もう全然やって詳しくなかったんで、はい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 、見ても、あ、多分吉彦さんかもしれないなって周りに聞いたら、はい、そう、一塁のコーチやってる、はいはいはい、それですぐ野球終わったら電話したんですよ。はい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 。なぜか電話番号も繋がってたんですね。繋がってる。で、野球終わってすぐ電話して、はい、ただ吉彦がもう忙しくて帰んなきゃいけないって、はい、で僕らじゃ近くの焼肉屋さんでご飯食べて、はいはい、でその時はまあ次またご飯行こうなって、はいはいはい、その何年後かに、はい、覚えてます、うん、六本木のパーティーであったんですよ、うん、パーティーだったかな。あったんです、うん、あの大丈夫、山田さん、山田さんの誕生日パーティー、うん、あそこだな。そうです、そうです。六本木だな。六本木でちょっと坂、俺の左側のところ。そうです、マハラジャがあったところですね、うん、昔、うん、そうそうそう、そこでお会いして、はい、そうです。いや、その前に会ったの一緒なのか。どっかで会いましたっけ。会ってるよ。いやいや、森くん好きなの何、普段好きなの。パチンコ。それと競馬。競馬覚えてない。え、記憶が飛んでるそうやろパチンコ屋だったよパチンコ屋でパチンコ屋でパッと森くんいたい。新橋ですかね、どっかで。そうで、はい、おっ、うん、え、森くんじゃないと思った。今度は吉彦さんが思ったんですねこれずっとパチンコ大好きなんです。はい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 。パチンコ打ってる、ずっと、え、ちょっと待って、うん、この森くんだよなと思って、はいはい、新橋のその、そうです、新橋ですね、うん、打ったから、はいはいはい、ちょっと、あらと思って、そこで合ってるんやね。いやー、記憶が飛んでます。すごいですね。そう、あの、言っていい、はい、50とか60が記憶が飛ぶのに、俺も60が記憶飛んでるからね。まだ30代です、40代ですか。いやいや、もう近いんや。いやいや、結構大変ですよ、もう。いやー、はい、
でも初めてほらアラブスマップ、はいはい、確かにアラブスマップですよね、うん、はい、でなんだっけ、なんだっけ蹴るやつ、あ夢盛りですよね、あれは夢盛りですね、キックベースな、キックベースな、はい、あれで出てますよね一緒に、そう、それであの頃はスマップったらすごいよ、今でもなくなったけど、はいはい、で考えてみたら一応スマップの連中全員知ってるわけよ、まあそうですよね、うん、はい、ですよね、一応知ってるわけで、そういう面ではそういえばやってたなと思って、はいはいはい、でもその頃からさ俺ジャニーさんも知ってるし、はいはい、メリーさんも知ってる、はいはい、スメラギさんという方がおられて、はい知ってますよ、全部あの繋がれない、はいはい、だって亡くなったけど広島出身で、はい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 、その関係全部芸能界で俺繋がってるカープの選手、はいはい、ほんでメリーさんもジャニーさんも知ってるわけよ、はい、ほんで出身はどこ、僕は足立区です、東京の足立区です、足立区ね、はい、なんすか、いや、うん、あ、足立区なんだ、はい、それどこでスカウトされたの、僕はスカウトじゃないんですよ、兄貴がジャニーズ事務所に入りたくて履歴書を持って行ったんですよ、ジャニーズファミリークラブっていうところに、うん、で僕はもう最初嫌がってて全然興味なかったんですよ、うん、実際、うん、で兄貴はすごい興味があって、うん、で履歴書をその送るんじゃなくて持って行った方が早いんじゃないかって言って持って行ったんですよ、うん、ただもうそこにファンの女の子がたくさんいて、うん、で僕はもうそこでもう行きたくない、兄貴がお前行かないんだったら俺も行けないとかって言い出して、おじゃあしょうがないなって言って入ったんですよ、はいはいはい、中を、はい、で持ってって出して僕はもうダッシュで逃げたんですよ、うん、はいはい、そうしたらその時のファミリークラブの偉い方が、うん、走って追っかけてきてくれて、うん、今日ジャニーさん面接入れたから行ってきなさいって言われて、そのまま恵比寿からテレ朝の第一リハーサル室に面接受けに行ったら、うん、ジャニーさんがもう来週からじゃあ通ってって言われて、あ、そうなんだ、はい、へえ。それおいくつなんですか、それ14歳、13、中学校2年生でした、へえ。そっからなんですよね、ほんで通いで行ったわけ、毎週日曜日なんですよレッスンが、うん、通いで3ヶ月ぐらいですかね、雑誌出てスケートボーイズっていう、うんですよね、はい、スケートボーイズ、はい、光源氏がローラースケートじゃないですか、そうそう、あの僕たちは、はい、僕たちはスケートボーイズに乗ってはい、はい、やるっていう想定でレッスン出てたんですよ、へえ。もうその頃にはあの当時のスマップの人たちはもうみんないたんですか、いましたいました、そうですね、6人プラスあと6人ぐらいいましたね、十何人いたんで、はい、あ、十何人いたんだ、最初スケートボーイズって、はい、でそこからグループが決まっても入れ替わり結構しましたよ、ちょっと待って、キムタクもそこにいたわけ、はい、スケートボーイズ、いたわけ、いましたいました、それこそ中井くんも、中井くんもいました、だ滑れたか中井くんあ中井くん心配なんだけど、中井くんも仲いいですよね、中井くん、うん、まあね、俺の真似したりするからね、あ、十何人いたんだ、最初はスケートボーイズ、そこらスマップっていうグループになったんで、はい、最初はスケートボーイズなんです、それで6人になって、それで6人になって、でもその中でも今いる東京の国分くんとかが入ったり出たりってしてましたね、それとジャニーさんってさ見る目あるよな、いやすごいと思いますきっと、まあ、はい、思う、すごいですよね、すごい、はい、まあメリーさんもすごいだよな、あそうですね、あ、あの二人すごいね、芸能界でジャニーさんとメリーさんだったらもうすごいね、まあ、そうですね、だ中学生でスマップデビューしたのは1991年ですね、高校生ぐらいの時に CD デビューしました、お兄さんは入んなかったよな、兄貴は入んなかった兄貴はジャニーズジュニアで、はいはいはい、はい、あの平家派みたいなそういうなんかグループがあったんですけど、はいはい、そこで踊ってましたよ、へえ、でもすごいですね、はい、でも人生そんなもんなんや、結構こうメインで行きたいやつより嫌だっていうやつらは結構受かるよな、こっちなんじゃないですかねやっぱり弱い上手なんですかね、そんなもんなんだよ、はいはいはい、不思議ですよね、やっぱ野球先生もそうですか、どう、俺はほら野球したくなかった方やから、そうですね、アッパレ野球入りたい思ったこと一回もないんだよ、甲子園行きたいってだけだったんだよ、はいはいはい、だから その後プロ野球っていう気持ちは全くなかった、でたまたまかかったんで、はいはい、カープ行って怖い広島行きまして、はい、大変だったことある見てますよ僕 YouTube であの時にさスマップやん、その前に忍者があったやん、忍者、ああ少年忍者、少年忍者、はい、忍者があったやん、はい、で忍者の連中も忍者も早く解散したもんな、そうですね、はい、
で、諸星玄也もあの光源氏ですよね。もう諸星もまたいろんなことするんだ、あいつ犬が好きでさ。あ、そうなんですか。犬が好きなんですか。炭焼さんの家に犬連れてったりとか、へー、いろんなのがあるわけよ。へー。で、俺はほら、一番最初はほら、東屋さんね。東屋さん、はい。あれが19の時だから。へー。ずっと仲良しですよね、今でも東屋はね。はい。それ現役の時ですか。現役の時。おお。現役の時に会って、それからずっとなの。へぇー。東山。そうですよね。うん。で、スマップやってて、その後、ずっと寮に入ったことないんだ。入ったことないですね。僕は一人で暮らしました。そうなんだ。はい。寮に入ったのは中井くんぐらいですかね。へぇー。あのメンバーってどんな連中？僕はですね、あれですか、うん、スマップですか、はい。どんな連中？どうなんですかね。やっぱり今でもつながりはあられるんですか。そうですね、うん、中井くんとか、うん、あと、うん、新しい地図の3人はつながってるんですけど、木村くんとはつながってないんですね、はい、連絡が取り合えない感じです。ちょっとトンと言ってしまったもんね、木村くんはね。ああ、そうですね。違う意味で最近心配してるのは、はい、1ヶ月休養取ってるやん、中井くんですね。中井くん、そうなんですよね。そうだ、頑張ってきましたからね、ずっと走ってきてるんで。どっかさ、なんとなく抜けてるとかあるからね、中井くんは。その良さがあるよ、なんかぬくもりがあるんで。だから今回でも1ヶ月休養取るって、まあ本人も詳しいことはこうしてないよね。言いたがらないですよ。そうだね、うん、はい、ですよね、うん、まあノーフォンとしてる感じやからね、はい、中井くんね。だからそういう面でこうメンバーってこうだんだん年取るとやっぱ考え方変わってくるやろうな。うん、そうですね。でもあの香取くんとか稲垣くんとか草薙くんとか3人はなんかすごくずっと仲良しですよね、見てて。ですね、特に、うん、つよぽんとしんごちゃんが仲いいっすよね。そうですよね、見てて、はい、ほっとしますよね。はい、ほっとしますね。つよぽんって言うんだ。はい、草薙つよし、つよぽんって言うんだ。つよぽん。でもあの森くんのドラマで強し、しっかりしなさいってドラマもう僕見てましたよ、当時。そうなの。はい、相当古いですね。いやー、中学校2年か3年の時なんですか。あ、そうなんですか。あの子がスマップのってなりましたもんね。すごいよ、本当ですよね。強し、しっかりしなさい、知ってるなんてすごいですね。いやいや、見てました。そう、あったの。 ありました。ドラマがあったんです。ありました、うん、もうそれ、僕もジャニー事務所入ってすぐオーディション行って、はい、で、受かっちゃって、うん、演技も何もしたことないんですよ。ジャニーさんに行けって言われて、うん、主演でしたよね、だから。そうです。言うわえっちゃいなっつって。やっぱり本当に言うって言われるんですね、ジャニーさん。そうですね。でも僕はあんまり言うって言われなかった方なんですよね。僕は森って呼ばれてました。なんか吉彦さん、森くんと知り合いってこうちょっと本当かなって半信半疑でね、我々思ってました。一応スマップの人たちは知ってんのよ。いや、もう本当一応今日多分本当ざわつきますよ、これ流した時には。まあ東山も知ってるし、まあまあそれはね、すごい何度も会いましたけど。あのパーティーの時大沢さんもいましたよね。大沢みきおくん。あ、いた。大源氏の久しぶりに会ってたんですけど、あれからなんかまた違う集まりでお会いしたんですよ、大沢くん。あ、大沢みきおくん。いろんな人を知ってるけど覚えてないよな、俺かな。なんか、いや、怒られたんすかね。いろんな方いました、あの時。そうだよ、すごかったよな。すごかったです、もうびっくりしちゃって、僕も。でも、あの、スマップデビューされて、あそこまでの国民的大スターになるって、やっぱり思われてましたか。いや、あの、僕いた時は思ってなかったですね、正直、僕は。すごいじゃないですか、スマップといえば。すごい。ねえ。ただ、やっぱ一人一人の能力っていうんですか、がすごかったですね、いた時から。僕はもう何もできなかった方なんですけど、みんなも、いやいや、スマスマ見てましたからね。料理が上手が始まりまして。よう見てんね。見てます、見てます。詳しい。そんな時代なのね。だからやっぱりそのスマスマで最後引退される時に、中井くんがずっと泣いてましたよね。そうなの？うん、はい。全く俺知らん。まあ、その頃ね、銀座か、やかましい。中洲から呼んでた時代でしょうからね。26年ぐらい、27年ぐらい前ですね。そうですね。まあ、そうね。違うところで泣いてたと思う。飲みながら。どういうことや。あの、水あり濃すぎるとか、あの、女の子に振られたとか。いや、すごかったですよね。そうなんだ。はい、でもさ、このさ、引退っていうより、オートレーサーに決めたやん、はいはい、俺ってなぜ、
あれもう僕、まあ、足立区に住んでて川口のお豆腐場が近かったんですよ、うん、で、まあ、うちの親父が大好きで、で、まあ、うちの親父もなりたかったらしいんですよ。お姉さん、はい、まあ親父もその親父の兄弟も、うん、でもやっぱり危ないっていうことで、なんかその当時おばあちゃんにお母さんに反対されて、みんななれなかったそれが、まあ、レース場見にずっと連れて行かれて、もう気がついたらもうなりたくてしょうがなかったんですよ。はい、もう幼稚園これでいい、はい、逆です。あ、こっちかこっちかもうあれさ、初めて見た時え、ちょっと待って、そうですね、なんでハンドル曲がってるんやと思うんや、そうなんです、もうあれずっと曲がるからやろ、ずっと左前なんで、こう倒した時に平行になるように安定するように、あ、そうやった、寝かすから倒した時に平行になるように。オートレース見に行ったことないんだよ。飯塚あるんで、飯塚行きましょうね。すごい迫力ある。あれこうしてこうなって水平になるよ。そうです、寝かした時に水平になるように。この前シュートのと、いや、でも本当、あの時に突然なんか森くん、え、すごいよね、引退みたいな、あれ衝撃走りましたよね、日本中に。どうしてもなりたかったんですよね。その時いくつの時？22歳です。あ、でも22ってさ、天気があるんやね、みんな。そうなんですか。村上くんがそうや。そうそう、22や。多分俺も22歳ですよ。へぇー。未だに破られてない33試合連続安打記録っていうのを。すごい。で、22や。なんとなく22ってちょっとそういう年かもしれない。そうですね。歌ったら22歳の別れとか。それ別れじゃないですか。違う違う、何も始まったらこれ何かを起こすってことだ。いや、別れがあるから始まりがあるやん。まあ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 、いやでも不安なかった？不安はなかったですね。ただやっぱりちょっとすげえ迷惑かけたんで、もう誰にも内緒ですもん。もう親父と兄貴だけです。事務所に言わなかったんですよ。もう言っちゃうと止められちゃうんで、うん、もう受かってバレたみたいな。おー、試験組むなしで、なしできました。もう飯島さんにすいませんって、試験日、東京の試験日がちょうどお正月だったんで、はい、まあ、コンサートで行けなくて、で次調べたら浜松で受けられる、うんうん、その日だけどうしても休みくださいって言って、へえ、行っちゃったんですよ。わお。浜松で受けて合格発表の時も浜松でコンサートやってたんですよ。その時の朝にスポーツ新聞でドカーンって出ちゃったんです。あ、それでもう相当怒られて、もうそっから、それ怒られるやろ、怒られますよね。でももう、もうどうしても行きたいって説得して、すいません本当に迷惑かけますって言って。すごいね。じゃあもうそこからの話し合いっていうのはトントントンってもう終わったってことか。いや、もう僕の決心が上がって、もうでもさ、不安なかった？22でさ、ある程度の収入はあるわけや、はい、うん、こう強めんと、ね、で、じゃあオートレースの時にもう見えないわけや、先が。うん、そうですね。でもなんか不思議と自信があったんですよ。僕もお芝居とかダメだし、なんかバラエティとかもちょっと苦手で、うん、もう自分で食べていくにはもう自分の好きなことをやるしかないなと。自信があることって言ったら、もうやっぱり好きなオートレーサーになること。これ、はい、これです。これ異常やね。いや、だってですよ、ガンガンスマップが言ってて、月曜はスマスマを見なっていかんって国民中になってたと思うんですよ。なったね。あれを断ち切れるっていうのはすごくないですか。俺は無理やね。そうでしょ。多分カープでレギュラー張ってる時に、うん、すいませんオートレース行きますっていうのと一緒やから、うん、そうですよ。マジで本当そうですよ。行けまーすって、ね、オートレースこうするか、協定を持つ時は無理やけど、はいはい、まあ、そうやな、体重からしたら協定ダメやもんな。そうです。馬もダメやもんな、重すぎるから。オートレースって体重あるの？60キロまでです、試験は60キロまでです、うん、で、身長が175です。めっちゃガリガリやん、はい、60キロ。そうです。僕でも試験受けるときは僕54キロで受けました。小手かやん。10キロ落として14キロだったんですよ。で、試験の当日までに54キロまで落として、やる気を見せない。多分、いや、もう思いがあったんですね。そうです、そうです。175の、はい、54って、ちょっと待って。でも考えると競艇選手とかはもっともっとだよね。もっと体重52キロとかです。そうよね。あれ痩せすぎると重り乗せられるから。オートレースはないんですよ。オートレースはないんですよ。だからもう試験受かっちゃえば70キロだろうが全然構わないです。あ、ただ馬力は一緒やろ。そうなんです。だから遅くなっちゃう。ああ、そういうことだな。軽い方が早いってことだな。そのためにみんな減量するんです。初めて知った。いや、そうですね。体重制限があるって。その試験ってどんな試験？学力テストと。え、学力テスト？はい、まあでも中学校卒業ぐらいの学力テストです。あ、無理やな俺は。大丈夫でしょ。意外に簡単だと思います。いや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 、お前野球選手バカにするな。野球選手バカにするな。
たまにこう書いたら、ん、ひらがなだったら、あ、ちょっと待って、このひらがな、どういう字だったっけっていう人がいるからな。あ、いた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 。あの、ある程度年齢の方は俺の年の人で、はい、やっぱこう、ちょっとボケてるからな。いや、ボケてはないです。だんだん忘れたんですよ。それで、サイン、ひらがなでいいっすって言ったら、はい、ん、ちょっと待って、どういうのだったっけ、ひらがなって。ひらがなとカタカナわからなくなったんですって。もうそういうタイプになるよね。まあ、でも大丈夫じゃないですか、吉岡さんはね。いや、学力は。いや、あ、学力。言っていいか、はい、ほとんど勉強しないからね。やっぱ、体動かす方ですもんね。やっぱね、動かしたいの好きなんで。なぜ勉強が嫌いになったかって理由があるもんね、はい、何月まで2月ですそうやろ、はい、そうやろってそうやろって何がそうやろ2月はいいなんでで早まりじゃないからは早まりじゃないですか2度違う3月から2月も早まり早まり1月から早まりですはい、うん、そう、うん、1月2月3月早まりなるんやろちょっと待って1、2、3月早まるって1、2、3月早まるかそうそうそれさ、もといじゃあ、カット言ってくれカットじゃないよもういや、そんな早まるやんそうすると、1年違うもんそうなんですよ ね小さい時って吉彦さんは3月生まれだからですねそう、特に、あ、2月はまだ1ヶ月余裕あるよいやいや、でも1ヶ月バカ、あの小さい時1ヶ月くらいやこんな小さい時の1ヶ月ってちなみに何日ですか3月3月13日僕19なんでそんな変わらないですよいや1ヶ月違う大体いやいやいや1月の子は2ヶ月違うね2月28日までしかないですからちょっと短いんですよ4月から違うやつ、まあ、確かにねそれはその時に、うん、もうその人たちがいるやんか、はい、そうするとそこで理解力がないんやっぱ1年違うまあまあ分かりますはいそうすると小学校時代さ、説明せよとかさ、はい、遊園児とかあったろあれって、小学1年生、2年生、3年生の時をちゃんとやってないと、その説明ができなくなるから、分かんなくなるやん。はいはいはい、そうすると、もう、もう、それ、カニングじゃないですか。昔はカニング普通やろ。昔は、スル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 。もう、目がこんなのやん。だから盗塁できたよ。そうね。よく言われますよ。こうやって。よく見てこうやって。あれ多分カミングから。あ、それ嫌われたんですね。こうやって。いや、いかいか、今の野球やってる子供たちも、それが嫌いよってなりますよ。いやいやいや。だから、なんだろう、気づいたらさ、その説明せよ、ゆえにとかさ、もうそれが全く分かんなかったもんね。で、あの頃って、ほら、塾なんかなかったから、はいはい、そうですね、はい、僕たちの時代も、まあ、出始めてきた感じですかね、うん、そうですねだよね、はい、塾行くとかさ、うんうん、そういう環境が多分俺あったら多分違う道入ってると思うよ東大とか京大とかまた極端にしたねこれトップに行ってると思いますよそんな感じなんですよそう思いますそう思います3月もなんですもんだ3月ねゲストドッグ今どう言ったらオートレーサーになれるかのまず学力試験だいぶ引っ張りましたよ中学3年生だよねあでもある程度のそのあるんだ試験はあります、はい、復帰はありますねあと一番大事なのはやっぱり反射神経とか動体視力の検査です、ね、大丈夫はい、多分絶対よしそこは大丈夫じゃないですか完璧学力がね言うな動体視力が大事すぎてそれも抜群じゃないですかもうそうだよなあんだけ踊って歌って料理作って料理はもうだけですなので入るやんか、はい、入って学校に入るわけ学校っていうかそうですねはい養成所っていうところがあるんですよ筑波に地獄じゃの地獄ですあ、やっぱ地獄ですかはいもういきなりオートバイ乗せてはくれないですねまず歩き方の訓練からですうん行進の仕方、うん、で、敬礼の仕方お辞儀の仕方へを何ヶ月かやってそれやりながら体力もつけなくちゃいけないんですよ、はいはい、走路何周もあったり腕立てやったり、うん、あと空手の授業があったりへえなんで当たった時に喧嘩する時のいや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 それはないですけどなんですかねやっぱ精神鍛えるためじゃないですかねあとメンタルトレーニングとあとは、まあ、エンジンの構造とかも勉強していてそれってやっぱり自分で全部いじるんですか僕たちそうですオートレーサーって、はい、全部自分でセッティングやるんですよ競艇と一緒だあーボートもボートもそうですねペラやったり全部やるよね、はい、そうですね、うん、僕たちがまた違うのがエンジンは子宮じゃないんですえ
自分のお金でエンジンを買わなくちゃいけないんです、で外れたらもう一個買うんです。自分で買うわけ？自分で買うんです。それが高いんです。高いでしょうね。高いです。だから一層1レース出てみて、まあ、全部バラしてみて、うん、その心臓部だったらクランクっていうのがある、はい、うん、クランクをまあ14本なんですかね、変えてみて一掃して、もう全然ダメだったらもう一回バラして、うん、そのクランクはもう捨てちゃうか、うん、誰かにあげちゃうか、また買い直して入れて、自分で買うんだ。自分なんです。全部自分持ちなんです。すごいね。はい、ボートは違うもんね。ボートはもうそうですね、抽選なんです。抽選でいいエンジンがあったのから、そうです、それでペアを変えたりとかよね、言いますよね。ボートレースは自分なんですよ。違うんですね。そうなんだ。そうなんですよ。やっぱエンジンで当たり外れあるだろうからね。ものすごいです。ものすごくあります。タイヤもあります、タイヤも自分で買うんですけれども、もうそれも食いつきがいいとか。そうです。毎月作られるんですよ。月に1種類送られてくるんですけど、うん、それでもうその作った時の気温とか湿度で多分ゴム質が変わるんだと思います。全然スピードが違います。すごい。まあ俺たちほら車が好きで乗ってたから、はいはい、そのポルシェやピレリとかさ、はいはい、いろんなこう有名なねタイヤメーカーとか選んで、それと一緒なんだよね。そうですね。ダンロップ一社なんですけど、それで送ってくるんだ。そうです。あ、自分で何本か書いて、何本でも買えるんですよ、送られてくる、うん、でその何本を、まあ、僕は 12,3 本買うんですけど、うん、もう全く使えないタイヤもあるんです。あるの？あります、あります。練習でも使えないぐらいのタイヤとか。文句言わないわけ？まあ言わないですね。もう言いたいですけど言えないです。お前どうなってんのお前。お前使えないのに。いそうです。送ってくるな、ほら。いそうですね。だからもっと悪いの来るまあダメなんですよね、それ文句言っちゃう。あ、なるほどね。まあ、やっぱいっぱい買って、数買って当てるしかないですよね、タイヤの。バットと一緒、うん、俺たちもバットも何十分も買って、その中でやっぱバランスが違うんだよ。あ、できるようになれば、うん、俺は水野だから、水野はずーっとこう送ってきて、はい、もう同じ形よ、うん、重さも一緒なんよ、はい、ただそのやっぱし水とかいろんなのが、はい、あの、ね、あるやん、木だから、そのバランスが手前とか奥とか、はい、音も違うし、うん、振り抜けも違ってくるわ。タイヤもそうなんだ。そうなんですよ。それも自分持ちなんで。エンジンもタイヤも。タイヤって1本どれくらいする？今、8000円とか9000円ですかね。ギアで履くと2層か3層、3列ぐらいしかできないです。はい、すぐもう溝がなくなっちゃうんで。あ、硬いタイヤより柔らかい方がいいもんね。食いつき、まあ、バランスよね。そうです、はい、はい。年間何本ぐらいですか？年間、僕買ってるのは100、150本ぐらいですかね。おお。買って、レースで使えるのは20本、30本ぐらいですかね。なんだっけ、いろんなんでお金集めるやつ。クラウドファイティング。よろしくお願いします。タイヤを。いや、シンコさん、ポンと買ってあげたいよ。おいおい。でも、買ってもいいのが来るか来ないか。ああ。もうでも数だよね。数です。はい。毎月平均的に買ってれば、どっかで当たるんで、そうするとでかいんですよね。そうだね。はい。周りが持ってない時に自分が持ってるんで。合うんだ。そう。いいタイヤ持ってもエンジンがダメだと。バランスね。そうなんですよ。それが難しくて、オートレースは。あ、そういうのあるんだね。聞くと面白いね。面白いですね。なんかオートレースって何かってことは、まあ全然知らん中でこうやって話してくれると、なんか楽しく感じてきますね。面白いよね。見に行こうかみたいな。エンジンの音、ちょっとエンジンの音、ちょっと今日の森くんはエンジンで困ったんなそういうことですよね。そうです、そうです。結構詳しい人は分かると思います、エンジンの音で。へえ。いいか悪いか。面白いよね。養成授業どのぐらいなの？今10ヶ月ですかね。僕は怪我しちゃったんで養成所で。あ、その時に。はい。2ヶ月、3ヶ月遅れですかね、デビューは。なんか壁かなんか激突されたやつですかね。そうです、そうです。ああ、はい、当時流れてました。本当に。うん、はい。森くんがいきなり事故で。そうです。いきなり事故しちゃったんですよ。鼻、うん、突っ込んじゃった。そう。大腿骨折っちゃって。やるね。当たる瞬間どうやった？はい。当たる瞬間。教えがあって、転ぶ時っていうか、オートバイから手離しちゃいけないって言われるんですよ、教会に。離しちゃうと危ないからなって、うん。僕はずっともう耐えてたんですよ。うん、耐えてたんですけど、ハンドルがこう、なんかガブられるって言うんですよ。で、グリップ持ちながら離さなかったんで、うん、開けたり閉めたり開けたり閉めたりがすごくなっちゃって、はいはい、そのまま、そういうことね。スピードがすごくなっちゃって、そのまま操縦できなくて、金網突っ込んでたんですけど。うんうん、まあでも、そこまで痛くなかったです、その時は、養成所は。まあ足がなんか変な方向向いてるなって。あ、大体ね、大食いしたらそうなのよ。神経が切れるんよね、あ、痛みが。流蔵がそれ、山崎。ああ、そうですね。うちにいた、はい、熊本で、自衛隊がフェンス、はい、コンクやったんよ、はい、で、山崎流蔵がセンターかレフトやった時に飛び込んで、はい、フライを。で、フェンスに激突したわけよ。で、
パッて言ったら痛い痛いってわけ肩、はいはい、肩痛い肩が痛いって短歌の時膝がなかったからね骨折してそこ痛いって言わない別のとこ痛いって感じないですね本当に大怪我したとか痛いって言わない肩激突でぶつけてるから痛みがあるわはいはいはい膝小僧見たらあいつ皿が割れてたから平らなわけよ、はい、そこは痛いって言わないそんな感じだと思うあそこですね、ですよね当たった時スローモーションじゃなかったスローモーションですそうやろ、はい、スローモーションほんまそうやね、はい、当たるー、はい、ゴーンって、はい、結構自動車事故やってるみたいああそう普通に怪我しなくても転ぶ時はすっごいスローモーションスローモーションだよねすっごいスローモーションですはいはいマジでなぜなんですかねあれってだからよく言うんだけど体操選手のさ内村君とかさ、はい、今度はほらオリンピック あの、プレー大会で優勝したい新しい子が、うん、多分あの子たちくるくる回った時はスローモーションああ運動選手田中さんとでも当たった時もスローモーションいやでも森君なの際もスローモーションってやっぱそうなんでしょうね大腿骨その時は大腿骨やりました、はい、何ヶ月ぐらいか3ヶ月歩くまでに3ヶ月ですね、はい、3ヶ月で練習再開まで半年ぐらいかかりましたかねすごいなですよ、ね、8ヶ月、約10ヶ月の学校で、はい、怪我して怪我して、はい、それから今度はデビューがあるわけじゃないですか、うん、デビュー後テレビに流れてましたけど、うん、あのニュースとかですっごいファンが来てましたよねすごかったですもうあれは多分始まって以来なんですかねそうでしょうね3万6千人スマップのコンサートかぐらい、はい、で女性がいいですよね気持ちは分かるな俺やっぱしファンの気持ちはいやいやそうですよね、うん、みんなやっぱりスマップの森君がオートレーサーのデビュー戦みんな行こうってやっぱり多分なったと思いますよね、うんうん、すごいよこれねこれでもう今なんか3000人入んないですよ3000人も入ったらすごい方ですか、ね、大体が男のあれだもんねそうですね男性ですね競艇も男性が多いそうですね競馬は競馬も、競馬は最近女性が多くなってきましたよ、泣いた後はもともと競馬ってのはほら、向こうのイギリスがすごい、はい、うん、そうですねすごい、うん、あの、貴族とかやる、うん、あれだからねでもやっぱ、ファン層はいいですね、怖くないですねどこが怖いあ、一番怖いのは競輪です競輪はもう、もう見てて、マジがすごくてそうですねそうっすね僕たちはエンジンの音があるからはい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 あの経験的に音ないからね経験的に音ないからカンカンカンで経験的にすごいですもんまたあれでなんか面白いですけどね競艇も面白いよ競艇も連れてもらうんだけどこう最初コスドリするやんはい中天神ってやるよ一周走ってやりますよねどこどこに入るって、はいはい、やるやんかでこう戻ってバーッ出てくるやんで1,2,3,4,6点しかない、はい、でその一番に入る人がバーッと押されてこう待ってるやんずっと、はいはい、ボートってこう我慢し合いをね、はい、トルコにで流されて取れたの時にお客さんが「俺かよどこ行ってんやお前!」ってどこ取ってるやお前ってめっちゃ面白いよヤジあの時のヤジが一番すごいです、ね、面白いよねヤジってコースが取れなかったりそう取れなかったらビューって後ろ行って一番後ろからスタート切る、はい、そうですよねでもやっぱ面白いよね面白いですオートレースはどんな感じなんですかその何人で走るんですかオートレース8人なんですよ8人で走ってでしかもハンデがあるんですよおんハンデがあるんですこうやってあのそうです10m、20m、30m、40m 10m ずつ回るけどなはい一番遅い人が0ハンって言って0メートルからスタートそういう人がはい早い人が後ろから走るんですよねいやどういうこと秒数でそうですあまあランクがあるんですけど、うん、B 級 A 級 S 級っていう、うん、S 級は一番後ろから走らないですけど、40メートルぐらい後ろからそれを抜いていかなくちゃいけないあそうなんだそうなんですよ俺たちのリレーとは違うんだね全員良いどんどん良いどんじゃないですはいハンデがあるす、ね、ああなるほどリレーはカーブがあるから、はい、こう少しずつ、まあまあ、ずっとのカーブだから、はい、そうですね、はい、それとは違うんだ、ね、違いますそれとは違います完全に遅い順番にこうなってるんだ、ね、そうですでもあの 40m の差があってもやっぱりその S 級の人たちはやっぱり抜いていくんですかまあ冬場とかだったらタイヤが食いつく時は抜いていけますね夏場でソール温度が上がってくると今度タイヤが滑って抑えられなくなっちゃうんですよあ柔らかくなりすぎてそうです熱でそうなるともう追えなくなっちゃうんですよね前がチャンスですねそうあるんだそういうのはまあまたそれも面白いですね8人で走って今度は飯塚が来た時に矢尻に行くわぜひハンデ戦を見てほしいですね矢尻に行くわ矢尻矢尻に YouTube 撮りましょうよ俺の矢尻ってとこ森君に対してそう頑張れって
でもそうなんだね、はい、初めて知った。年間大体その何レースぐらい出られるんですか？ S 級一番上の級で130走から150走ぐらい走ってますかね。常にでも怪我のリスクはありますよね。あります、あります。怪我はもうつきものなんで、自分が気をつけててもしょうがないですよね。そうですよね。もう前で転んじゃったら上げるしかない。そうだね。怪我は仕方ないですね。オートレース場って東京は？東京はなくて埼玉県川口。埼玉県川口。群馬県。群馬県。伊勢崎。うん。静岡の浜松。浜松。山口の山陽。山陽の山陽。九州あの福岡の飯塚です。はい。東北の方はないんだね。ないです。雪降っちゃうとできないんで。あ、そうそう。いいや、面白いや。雪降ったら、ビューって。いやいやいや、雪降ったら、すげえ。ビューって。チェンマイって、こうやってしゃべるね。面白い。ビューって。いや、あ、滑りましたんで、クーッ。いや、でも、すごいですね。いや、でも、オートレースの魅力がだんだんね。面白いね。面白い。でも、8台走るったら辛いな。6台でも当たんないのによ。まあ、ボートもそうですもんね。あ、掛け川の今気持ちですか？そうですよね。そう。そうなんですよね。ボート6艇で当たらんのよ。はい、そうですよね。そうですね。ほんで、バイクは8台やろ？競輪は9。モナスはもう10万ですよね。もうやばいですよね。当たんないですよね、それは本当。でも、おまけにそのね、ハンデ戦っていうのがあるって。あ、ハンデ戦って知らんかった。で、中にハンデ戦っていうのがあるんだ。そうです。いろんな9の人たちが、まあ、集まって開催されるレースはハンデ戦ですね。一般開催って言うんですけど、それがスーパーグレードってなって、はい、SG とかになると、うん、もうやっぱりすごい選手しか来ないんで、もうハンデなしで。ハンデなしで、はい、あとコースの抽選みたいな感じです。あ、抽選なんだ。抽選なんです、ね。例えば一つの大会で何日間ぐらいあるんですか？今でかい開催だから6日間ですかね。そんなにあるんですね。普通だと4日から5日です。ずっと缶詰。ずっと缶詰です。携帯もダメ。競艇選手。あ、そうですね。やっぱりまあ、要は、公営ギャンブルだから、そうです。全部そうなるよね。ありますよね。なる連絡は、はい。糸電話。本当に。江戸時代かって感じ。糸電話だったけど、もしもし、えって。あれ、今ゲームも禁止なんですよ。ええ。ゲーム通信できちゃうじゃないですか。あ、そういうことね。だからゲームも持ってて。その間って何されてんですか、その。逆に言うと。まあもちろん集中もされてるでしょうけど。まあ、テレビに時間かかるんで、ホットレースの場合は。まあ中でトランプしたりとか。トランプはしないでしょ。トランプは、あ、もう。トランプ、将棋、囲碁。将棋 OK ですね。囲碁も OK です。トランプも OK かな。麻雀がダメですね。麻雀はやっちゃいけないです。麻雀ダメなの？麻雀ダメです。囲碁、将棋は大丈夫です。麻雀はどうみたいな。あとトレーニングしたり、今はちょっとコロナ禍でサウナとかは入れないようになってるのかもしれないですけど、まあサウナあったりジムがあったりするんで、そこで減量したり。はい、俺たちと全く反対やもんね。遠征行くと自由になる。ジンコさんはですね、野球選手は遠征になると自由になる。フォークになるとあの缶詰になる。あ、そうなんですね。あの家庭があるんで。あ、そういうことか。っていうか、まあね、広島のファンにね、負けてるのに何飲みよんかって言われるからですよね、皆さんね。怒られてますね。まあ、それは吉彦さんはね。散々言われたけど、怒られたけど。お前今日負けたの何飲みててね、うわーって言われてさ、すいませんですって言わなかった。だから、遠征先はホームの練習じゃないから遅いわけよ。はいはい。だから、夜遅く帰ってきても寝る時間があるから、逆に楽なんや。そうですね。2、3時間違うからね。そうですね。だから予想へ出れば出るほど、俺たちは、なんか、水を得た魚状態になるのかな。まあでもそういうのも大切ですよね。だから、逆にその公営ギャンブルだから、ピシッとくるもんね。まあそうですね。だから競馬行くのよ。まあまあまあ。おかしいから。俺の知り合いと競馬場と一緒になったとか、今、俺の知り合いが、福ちゃんだけど、広島市だけど、はい、今森君と一緒やから競馬場でって何してるんやって面白いですよね。たまたまなんですよね。あの一緒に部屋に入れてくれてる方が、あの吉彦さんのお知り合いでご飯ごちそうになっちゃってすごい人なんよ。まだパンチマンもしてる。パンチマンもです。はい。まだパンチないの。福ちゃんっていまだにパンチなんですね。それで初めて会った時に、あのこういう人がいるんですけどって、あ、福ちゃんのやってる、あ、いい人よって言って、あ、大丈夫だと思って、いい人よ。一応心配になりますからね。はい。パンチマンですからね。すごいいい、本当いい方で、すごい優しいよね。優しいです。はい。
ほんと面白いよ、うん、その、競馬で。川崎の奥か。馬主席ですね。福田さん、馬主なんで。はい、あ、馬主なんだ。そうですよ。あ、馬主そうです、そうです。何考えて馬主さんですよ。だから入れるんです。馬主席って違うんだよね。違いますね。馬主は俺、知り合いがいるんだよ。いっぱいいますよね。高橋仁、うん、仁さんとか、水谷の会長なんだけど、はい、馬主で馬を持ってるわけで、やっぱ、はい、いくつも。俺と吉彦って名前の馬いるんよ。知ってます、知ってます。あれ聞いたことある、ね、はい、はい、いますよ、ね。俺の福島の菊池さんって人が、はい、俺の名前つけてたら。へぇー。吉彦って。そうね。なんか出てこないけど。で、馬ってでも面白いよね。面白いです。馬の映画ってすごく、クーレテリア、アメリカの有名な馬が、三冠の。いや、わかんないです。三冠馬ですか？三冠馬。有名な。アメリカですか？アメリカ、映画があるのよ。あ、映画？すっごい感動するんですよ、馬の映画みたいな。入団っていうんですか、入られて、はい、それから2003年の時に優勝されてるじゃないですか。2003年、はい、山陽で優勝、はい、G2 ですかね、はい、はい、若獅子、若獅子、はい、はい、はい、取りました。その時ってどんな感じだったですか。それよりも前に飯塚で新人王決定戦っていうのがあったんですよ、うん、それは僕たち25期なんですけれども、うん、25期が全員集まって優勝者を決めるっていう、うん、そこで僕勝ったんですよ。あ、新人王、はい、あのデビュー遅れたんですけど、はいはいはい、そこで僕優勝できて、はい、そっちの方のがやっぱ嬉しかった。嬉しかったですね。遅れて出て行って前にすごいみんな早かったんですけど、うん、なんかその時に新人王だけは取るって言っちゃったんですよ、みんなの前で、うん、みんな卒業していく中で、まあ、一言言った時に、まあ、僕はデビュー遅れるけど新人王だけは取るからなっつって言っちゃった手前上、もう取るしかないな。有言実行だね。いやもう本当アニメですね。アニメになりそうです。その時は本当嬉しかったですね。でも人間ってそういうのは大事かもしれないね、目標っていうのは。そうですね、僕結構言っちゃうタイプなんですよ。口に出して周りに言っちゃうタイプなんで、で自分を追い詰めて、なるほど、頑張るっていう世界、全く俺と違う世界だね。俺は黙って野球、ほらプロ野球の興味なくて、はい、入って、はい、クビになるなと思いながら、うん、まあクビになるな一生懸命やろうっていう風になって、うんうん、人との出会いで、うん、うまくいったっていうだけで、はい、まあそうっすね。本当にでもやっぱり森君の場合は一つのワンステージのスマップを捨てて、捨ててっていうか脱退されてきてるから、すごいよね。もう思いも違うでしょうからね。やっぱさ、オートレースしながらさ、スマップのこと気になった。もちろんそうでしょうね。はい、気にしてましたね、うん、あまあでも出てくる時に本当さっきも言いましたけど、一人一人の力がすごかったんで、まあ絶対大丈夫だろうなとはもう心配はしてなかったんですけど、ね、まあ出てくる時も勝手に出てたからね。はい。いや、あと有名な話があるじゃないですか、入寮される時に坊主頭にしなくちゃいけないと、はいはい、いう時にスマップのみんなが森くんの家に来て坊主にバリカン入れたっていう、はいはい、あ、そうなの。はい、集まりました、五郎ちゃん以外。そう、五郎ちゃんだけ来てないっていうのを言ってましたけど、五郎ちゃん多分デートだったと思います。いや、俺でもそうするかもしれない。いやいや、いや、バレカ入れるよ、俺女の子と一緒にいたことですよ、ね、でもですよ、森くんですよ。面白い。サラサラヘアでやってた森くんを坊主にしなくちゃいけないと、うん、でもその日はもうまた素晴らしいですね。そうですね、嬉しかったですよ。みんな来て、はい、ボロちゃん以外は、ボロちゃん以外。そんなもんでした。いやいや、でもそういう秘話がちゃんとあられるっていう中で、ね、出ていかれて頑張られて優勝されてって、でも新人王ってのはさ、はい、それしかないからね。そうなんです、一緒に1回だけなんです。そう、はい、そう。だから俺なんかね、野球さ、すごい愛の気持ちで入ってるから、うん、新人王って思ったことないし、うん、ここまでの力もなかったから全然思ったことないもん、うん、で今でもさ、翔太さ、翔太構造って坂沼ってやつさ、はい、トークショーするけどさ、で、あいつがいつも言うんだけどさ、あいつスイッチで初めて首位打者2回取ったの、はいはいはい、そこまではいいわけ、うん、ね、盗塁王もそこまでいいわけ、うん、はいはい、ゴールドグラブ5回取ってるわけ。そうですよね。で、いつも「はっ?」っつって「あれは記者が選ぶんですよ」って言って、「あ、確かに俺は記者受け悪いもんね」いや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 、そんなことないな。で、時がこうね、その間に何度か優勝されていって、2020年に日本選手権のオートレースで優勝されるっていう、そう、はい、そう、ここが最終目標だったんですよ。うん、その日本選手権ってもうとにかくハンデがないです。みんなゼロからのスタートでレースしなくちゃいけないんで、うん、
だから本当の真の日本一ってそこなんですよ、うん、日本選手権、まあ、ダービーみたいなもんですけど、ダービーですね、日本一を決める争いですよね。そうです、はい、すごくないですか。いや、すごいよ、だから、うん、いや、その時ってどうだったですか。いや、信じられなかったですね。もう入る前なんてやっぱオートレースってやっぱ自信があったんで、はい、簡単だろうと思って入ってるんですよ、うん、それでまあ 3,4 年で日本一なんかすぐなれるって言って舐めて入ってきたんですよ。いいねー。それが23年かかったんですよ。いいねー。いや、素晴らしい。いや、もう途中で何度も何度ももう無理だろうなって思った時はありましたね。それ何歳まで行く。何歳でもできます、早ければ。あ、そうなんだ。そうです、遅いと新陳代謝かかっちゃうんですよ。やばって組です、こう肩叩き、そうですね、肩叩きとか、まあ採点で、はい、まあ、表で出ちゃうんですけど、うん、あ、もう来年やばいかもしれないみたいな。あ、まあそうで、新しいのをどんどん入ってきて、タイムがこう、はい、変わるわけだからね、はい、それあのね、そうなるよね。それが年齢関係ないです。年齢は関係ない、関係ないです。遅い順にやめなくちゃいけない。あ、若くてもね。若くても、まあ、最近若くてもやめる子もいますね、やっぱ首になっちゃいますけど。日本一よ。日本一ですよ、うん、で電話したもんだって。あ、そうですか。おめでとうって、はい、おお、うん、2021年1月24日の福岡の飯塚オートで大怪我されたわけじゃないですか、ね、これもね、ニュース流れてたりとか、うんうん、俺もやっぱ日本一になってから2ヶ月で怪我したんで、うんうん、いい思い全然してないんですよ。あ、そういうことね。はい、だから優勝したからなんか自分のご褒美でプレゼントとかかな、買おうかなと思った矢先に、うん、ああ怪我しちゃったんで。日本一のさ、なんかいやらしいかもしれないけど、日本一の賞金って1700万です。あ、1700万、はい、でも税金とかいろいろ引かれて、はいはい、1000万円ぐらいになっちゃいますね。ああ、高いからね。まあそうですね、はい、それって怪我されて今はリハビリ中ってことですよね。そうです、今もう1年9ヶ月目ぐらいですね、はいはいはい、ま、手術何時間だった。オペは骨盤が9時間から10時間ですかね。で、その3日後ぐらいに背骨のオペを7、8時間かけてやって、うん、その2日後か3日後にまた背骨の手術しました。体中がぐちゃぐちゃってことですよね。そうです、10日で3回して計5回しました。うわ、その間はあの4回目は胆の、うん、胆のを取ったんですよ、うん、いきなりお腹痛くなっちゃって、うん、入院中に、はいはいはい、わけわかんないぐらい痛いじゃないですか、はいはいはい、でやっぱ調べてみたら、うん、その事故当時の MRI を撮ったやつ画像を見たら2日か3日後ぐらいに、うん、事故起こして2日か3日後ぐらいにちょっと色が変わってたらしいんですよ、胆のうの、胆のうので、1ヶ月後ぐらいにもう壊死、うん、おしちゃって、それを4回目しました、うん、はいはいはい、取った、取りました、全摘しました、はい、で病院にどのくらいいたの。5ヶ月間ですかね。わー、長い。しかもコロナ禍で、ね、コロナ禍誰もお見舞いだめだった。辛いですね。すげえ辛いっす。まあ、YouTube 見るか、映画を見るか、はいはい、そうです、ね、かポケット Wi-Fi 借りて。なるほど、そうなりますよね。映画見る、YouTube 見る、はいはい、そうだよね。あとはボート、競馬、競輪。ああ、そうだよね。これはできないんで。なるほど、はい、それいけないんですね。はい、はい、いけないんで。タイガーなんか持ってったけど。そうだ、これ、その時の手術のやつ。これ、今年ですね、今年の2月にやっと背骨を固めてたやつが取れたんですよ、うん、背骨も全部取ってたんで、はい、プレートで固めてたんですよ。ってもらっていいですか。すごくないですか。結構重いですよね。すごい、これが体に全部入ってたんですよね、背骨に。はい、まあ、まだ骨盤には入ってますよ、いっぱい。おー、まだ入ってんだ。入ってます、入ってます。でもそれはもう一生抜かなくていいっていうんで。あ、そうなんだ。はい、だから背骨これ抜くまでは猫背できないです。あ、靴下も開けないですよ、自分で。あ、すごい大変です。まっすぐなまま、まっすぐなまま、基本はもう曲がんないんで、やっとこうできるようになりました、抜いて。すごい、これすごいです。入ってるんですもんね。それでは視聴者プレゼントです。いや、もうこれ応募殺到しますからやめてくださいよ。すごい、これ本当ですよ。吉井さんのプラモデルの部品みたいじゃない。プラモデルの部品みたいですか、ね、はい、本当にこれ全部レジコンサーのね。はいはい、何、すごいっすよ。技術ってすごいね。すごいすごいですね。本当に医療はすごいと思います。これよ、すごいですよ。それだけの大怪我をされて、例えばもうバイクに乗りたくないとか怖いとかってないんですか。全然ないですよね、それが。へえ、怖さはもう全くないです、ね、ないないです。へえ、で乗りたいっていう気持ちもありますね。ああ、すごい。ただ
麻痺が残っちゃったんですよ、やっぱり背骨やっちゃったんで、うん、神経触れちゃったんで、はいはい、で右足がやっぱりちょっと効かないんですよね。あ、効かないの？あの足首から先が、あの感覚がいまいち、うん、今も装具して歩かないと飛んじゃうんですよ。本当に？装具っていうかここ硬いのを。あ、これね。いや、ここが硬いです。うん、硬いね。これがこうなっちゃうんです僕。神経だね。はい。硬いのでこう、こうなんないの、固めてないと、転んじゃうんで、まあ、もうこれは一生つけてないといけないです、両足。バイク乗るには関係ない。チェンジを、ギアを変えるのは右足なんですよ。あ、そうか。右足で蹴飛ばさなきゃいけないんです。そこだけちょっとまだ今不安なんですよね。あ、そういうことね。もうちょい硬い装具もあるんで、うん、まあ、それをつけてなんとか。これがダメなんだ。そうなんです。こっちはいけるよね。こっちはいけます。はい。あ、だったとこうなっちゃうんですね、足が。あの神経ないからね。はい、こうなっちゃって、つくときにこうなっちゃうんですよ。ああ、そういうことね。うん、それをここ固めて、こういう動きね、はい。こういう動きはできるんで、うん、なんとかこれがこうなんないような装具、まあ、あるんで、それか、まあ、ブーツのきついやつを固定しちゃって、まあ、乗ってみないとわかんないですけどね。そうだよな、はい。今年の12月の頭ぐらいから練習できるんで。あ、本当に？はい。今日はだから1月の終わりか2月の真ん中ぐらいまで。どこで練習するんだよ。あ、川口です。あ、川口で。はい。すごい、びっくりするよね。びっくり、怖くなってもすごいよね。いや、素晴らしいですね。怖くないですね。それならなんかちょっと怖いんじゃないかなって。やっぱり思いを決めて入られてるっていうのは違いますよね。新人を取って、3回以内優勝したよね、本当に。新人王と、もう一個朝日市晩開催は結構僕優勝してるんですよ。いや、してます、してます。32回かな。あ、そんなしてるんだ。してるんですよ。だからその間は結構あんまりマスコミの皆さんが来ない時期がいっぱいあったんで、意外に知られてないんですけど、そうです。日本選手権でドカンと行かれたっていうですね、うん、はい、そうですね。 SG 初めて取りました。はい、すごい感動します。いい、もうやっぱり森君ファンはこれを見てるのみんな涙しますよ。ものすごいよね。思いが違いますね。行かなかん、俺たち。行きましょう。ぜひぜひ来てください。メダル持って。やじで行って。YouTube 撮影来てください。YouTube 撮りながら説明しましょう。今日のエンジンはって。ちょっと待って、ちょっと待って、ね。いや、行かないか、本当に。ちょっと楽しいっすね。うん。そういう楽しみってあると思うから。ある。逆に。ね、今までやっぱりそのオートレースを知らなかった人たち、うちのチャンネルを通じてね、うん、またなんか行ってみようかなとか。そうだよね。で、90イーズがあるしね。うん、はい、うん。どんどんコメントをいただいて。だから、その試合中はダメだけど、はい、試合前後って全然ほら、うん、自由だから飯食ったり。そうですね。最終日がいいですね、じゃあ。ああ、最終日来ていただいて、そのまま僕5時ぐらいに出れるんで。ああ、いいですね。うん。何が好きなの？僕何でも好きです。何でもいい。何でも好きです。はい。もうお肉も、はい、お魚か？あ、もちろん。もちろん食わないんじゃないですか。食べないから。全食わ。だから自分のところでさ、いつももつ鍋とか水炊きあると食わんのよ。はい、誰か来てくれたら食べますけどね。うん。だから本当そうだよね。そうですね。いやでも肉とかさ、はい、寿司とかさ。はい、肉がさ、飯塚に美味しいとか。わ、飯塚ですか？チャンピオンがいる。チャンピオンがいるんですよ。青木ホルモンっていう。あ、ミスター青木っていう焼き肉屋さんがある。知らないし。飯塚に。吉井子さんのカープの先輩の方で。へぇー。ここはうまい。へぇー。飯塚、ほんと飯塚。そう、飯塚にあるんですよね。めちゃくちゃ近いじゃないですか、ね、場所から。で、5時終わって、出てきて、ミスター青木って。そうですね。ほんとうまい。あー。吉井子さんみたいに、美食家でも日本一にいます。へぇー。美食家じゃないけどね。美食家ですよ。食べるの食うものに対してうるさいじゃないですか。うるさくない別に。いやいや、美味しいまずいは分かるけど。いや、それじゃないですか。でもね、一番美味しいと思うのは飯やっていつも思うんだけど、はい、確かにさ、これすっごいいいもんで、ね、美味しいもんだねって言うけど、はい、店の人が好きだから。そうですね。店の人が美味しいと、やっぱ美味しいと思う、うん。そうですね。思うよ、俺。ですね。うん、あ、まず、ね、うん、まず食べるのは店の人を食べるっていうイメージがあるんで、うん、はい、だからどんな美味しいものを食べてもその店の人たちがダメだったらダメだよ、ね、あ、そうです、行かなくなりますね。行かなくなるやん、はい、美味しさも感じないですもんね。俺そういうとこがあるから。ああ、そうですね、それありますね。確かにですね。ちょっと楽しみ増えたよ。いや、楽しみ増えました。イーズガオートみたいな。 YouTube と言いましょう。イーズガオート、ね、今日の一日、うん、エンジンをエンジン、タイヤの食いつきで、あと森君の調子
で、あの、何犬っていうのはね、車犬っていうのは車犬です、ね、車犬を買って、今日もこれで行きます。そうですね。ああ、いいですね。それで行きましょうよ。いや、面白いですね。ただ、あの、うちのスタッフから聞いてほしいって言われたことがあったんですけど、はい、スマップで大人数の中でライブされてたじゃないですか。はい。あれってやっぱりやってる時って、まあ、緊張もあるでしょうし感動もあるじゃないですか。あれってやっぱりそのやめられてから思い出したいってありますか。ってことをやっぱりこうちょっとやったことないじゃないですかみんなはね。そうですね。その中でやっぱり森君みたいにあんだけのところでやられてた人ってどうなのかなっていう。ああ、どうだろうな。でもなんか一つだけあるとしたら、僕ドームでライブやったことないんですよ。お、そうなんですか。あの、僕が辞めてからなんですよ。あ、みんながやり始めたの、うん、そのドームのステージには立ってみたいっていうのは一回ぐらいは立てなかったんだなっていうのもありますけど、うん、でも気持ちいいっすよ。そうでしょうね。もう俺にも聞いてよ。大観衆の中で野球をやってたから。あ、まあどうだったですか。はい、なんもなかった。130試合やってたじゃないですか毎日ね。なんもなかった。あれと面白いの、俺たちは5万とか3万4万の時、はいね、はいはい、あんな大観衆の前でやってるから緊張しないっていうかしないでしょって何かあった時に、はいはい、違う、あれって俺たちって好きな野球をやってるんでお客さんが来てない。ああ、勝手に見てくれてるって感じですよね。要は今より考えてない。確かに野球をしてるんで。ただ講演会行くやん、講演、はい、自分一人しゃべり、はい、20人いた瞬間どうやって喋ったらいいんやろう。僕もそうです。あ、そうですか。僕もあるよね。苦手です。あるよね。なんだろうな、イベントとかでは、トークショーは大丈夫やろ。トークショーは大丈夫です。挨拶が絶対ダメです。もう一人で、はい、一人でやるって絶対ダメですよ。もしよう、よしこ喋るから大丈夫やろって、うん、トークショーだよ、一人で公演無理です。なんか30人、20人がパッて見られた瞬間汗がダーッて出てくるもんね。僕も唯一仕事で断ってるのが、はい、その公演なんですよ。トークショーしたらいい。トークショーはあの誰かいるじゃないですか、うん、だからトークショー結構やってるんですよ。そうやろ、はい、公演はもうあの一人喋るのは絶対無理なんで。そうやろ、全部断ってます。確かに、ね、一緒や、はい、確かにそうですよね。あのね、はい、横にいてくれると安心感があるね。詰まっても助けてくれるっていうのがあるから。そうですね。そうするとつまんないんだよな、はいはい、でずっと喋ってられるんですか、ね、はい、ただいなくなると、はい、もうめっちゃ分かる。本気眠りですか。分かる分かる。どう、今はマスクしてるからいいけど、でも森くんって言われるやろ。まあそうですね、そこまでじゃないですよ。普通に電車も乗りますし、うん、全然気づかれないことの方が多いです。いると思ってないからね。まあそうですね、ここの場合まさか森くんがって思わないですもんね。だからこの YouTube のおかげで言われるよ。 YouTube でいいことじゃないんじゃないですか最近で。博多のバス停で待つもあ、よしこさんですよ。バス停バス待ってる俺。なんかね、急に言われるわけ。まあまあまあ、マスクしてんのに。はいはい。わかりますよ。いや、でも一緒ない。森くんはわかるよ。わかる。でも一般入ったらいると思って見てないから。そうですね。博多の街を森くんが歩いててもびっくりしますよね。いると誰も思ってないと思うんですよ。あそこで、あ、森くんだってこっちが思う。そうなんだ。わーなるけど。ただその時に歩いてマスクしたらやっぱどうやって目で見ないもんね。そうですね。嬉しいっすね。面白いよね。まあ、ただじっと流しててもみんな見そうな気がする。ずっとね、やっぱりね、そのオートレースの世界で頑張ってるってみんな知ってますけど、うん、まさかうちのチャンネルにね、森くんが出てくるなんて誰も多分予想もしてないと思うんですよ。そして時またオートレースじゃない人たちの世代、野球ファンの人たちがうおーって多分なると思うんで、うん、で今度は飯塚でやりましょう。そう、飯塚ウォートに呼びかけて、うん、みんなで行きましょうか。ほんま、ね、そんな形でですね、うん、まあ本当また飯塚でまた出ていただくという、はい、ような形でね、それで焼肉を、はい、焼肉食べに行って、はい、っていう流れで、はい、またよろしくお願いします。はい、お願いします。そんな感じで、はいはい、本日はすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。
本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろしくお願いします。